こんにちは。西南学院大学硬式野球部のゴーチです。平山です。福島です。今回は僕たちが普段行っている走れについて紹介していきたいと思います。それでは行ってみよう。こんにちは。人間科学部社会福祉学科2年の福島祐介です。今日は自分がいつも行っているバッティングドリルを一つ紹介したいと思います。このバットはシークエンスバットといい、手首をこねたりヘッドが返ったりするのを防ぐためのドリルに使っています。では実際にやってみます。このようにヘッドをこねないことを意識していつも練習しています。こんにちは。法学部国際関係法学科2年平山瑛太です。今日は僕が日頃行っているバッティングドリルについて紹介したいと思います。僕は日頃このスイングスピーダーというバットを使ったフリーバッティングを行っています。このバットはスイングスピードを向上させることにももちろん使うのですが、僕はバットの感覚を研ぎ澄ますためにも使っています。それではやってみたいと思います。皆さんもぜひやってみてください。こんにちは。経済学部経済学科2年のゴーチハルキです。今回はこのフリスビーを使ったキャッチングのドリルについて紹介したいと思います。この練習はフリスビーを縦向きに投げてもらい、横向きになるように呼吸することで低めへのボールへの入り方を練習することができます。それでは実際にやってみます。この練習で意識することは、縦向きに入ってきたフリスビーに対して、横向きになるように、取ることで自然と、低めのボールに負けない、垂れないキャッチングの練習ができます。ぜひ皆さんもやってみてください。いかがだったでしょうか。この動画が良かったと思った方は高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いします。そして4月9日から春季リーグ戦が開幕します。私たちも頑張るので応援よろしくお願いします。
せーの社長。